皆さんこんにちは。今日モスクワのテレスカヤ通りを散歩します。この中央通りの目玉はモスクワの一番綺麗なスーパーになっているイリシースキーガストラノンです。散歩はテレスカヤ駅から始まります。左側にロシアの詩人アレクサンドル・プーシキンの像を中心にプーシキン広場が見えます。その後ろにモスクワミュージカル劇場があります。テレスカヤ通りを歩くにつれ豪華な建物ばかりを発見します。立派なマンションの1階に洋服やおしゃれなカフェなどの店が入っています。ところどころ建物の壁に名画のレプリカがかかっています。少し歩くとまた左側に目を向けるといいです。この一見目立たないドアはイリシースキというスーパーへの入り口です。中に入ってみると、息を呑むほど美しい館を見ます。もともと貴族の屋敷や高級アパートになっていたこの建物に入っているイリシースキスーパーは1901年に設立されました。820平方メートルの面積に果物や野菜、スナックや飲み物などは陳列がとてもきれいです。ワインは別の部屋に揃っていて日本酒まであります。その上、このスーパーにロシアのお土産にぴったりなお菓子や、きれいな包装のチョコレートもたくさんあります。クレムリンの方面にトゥベルスカヤ通りを歩くと、厳かな建物を見かけます。それはモスクワ市庁です。
にクレムリンの塔が見えてきます。興味深い建築物は中央電信局です。現在建物の中に店やオフィスが入っています。皆さんもモスクワに来た時、ぜひトゥエルスカヤ通りを歩いてみてください。この動画を見てくれてありがとうございました。チャンネルに登録してくださいね。